日本統治に抵抗して起きた1919 19年の31独立運動から100周年を迎えた1日、韓国では記念式典や行事が全国的に行われた。光州東区西木南路では、31万最大行進として、市民たちが当時を再現するような演出を展開した。また、芸能人やスポーツ選手をはじめ、 多くの国民が SNS などに国旗を掲載し、100周年を記念する書き込みを続けている。